5月2日、12時48分ですね、昼間のね。137個目の声で書く日記になります。今日のタイトルは、5月の風と五月晴れと数ヶ月ぶりの向こう岸とさらに超ロングな朝散歩とプレビュー効果の話というタイトルにしました。5月です。風が、やっぱり爽やかな感じしますね。5月に入ったっていうだけでね。とても爽やかな日が続いてます。で、日差しは、まあ例年よりやや暖かいですね。今日は20度まで上がる。この間22度まで上がって、その後少し下がって11度ぐらい、15度ぐらいまで下がったかな。で、最低気温が下がったんですよね。最低気温が4度。で、今日も3度ぐらいまで、昨日の夜かな、3度ぐらいまで下がって、今日はそんなに下がらないということなんですが、まあだいぶ春めいてきました。で、そんな中、やっぱり5月は雲がほとんどなく快晴ですね。ここのとこね。五月晴れです。はい。まあ5月やっぱりいいお天気が続きますね。爽やかでね。あったかいんだけど涼しいし、爽やかで、とても気持ちがいいという。まあそんな感じですね。これがもう少し経つと、ちょっとこう、汗ばんでくるんですけどね。まだそこまで行ってないぞという感じの北海道札幌です。はい。今が一番いい季節です。そんなゴールデンウィークど真ん中。今日は2日木曜日ですので、祝日ではないんですね。出勤の方も結構たくさんいるのかもしれませんが、明日からまた3連休か4連休ぐらいになるんですかね。人もいるのかな。わかりませんが。私は、東一郎くんと散歩が長くなってきました。数ヶ月ぶりの向こう岸というのはどっかで少し語ったんですが、豊平川っていうのがもう近くにありまして、歩いて2、3分で豊平川なんですが、目と鼻の先なんですが、その河川敷に冬の間行かなかったんですが、最近豊一郎くん天気良くなって、陽気が良くなって、気分も陽気になって行き始めたんですが、で、向こう岸に渡るには結構橋を2、300メートル渡らないと向こう岸行けないんですが、東一郎くんは去年ぐらいは結構毎日のように冬も向こう岸にせっせと通ってたんですが、なぜかパタッと嫌なことがあって行かなくなってたんですね。それが昨日、久しぶりになんかね、橋渡り始めまして、行くのかお前と勘弁してくれと、もう散歩3時間近く、2時間近くやってるんで、今から向こう岸は行きたくないよと抵抗したんですが、東一郎くんにはかなわずに、もう何かに取り憑かれたかのように向こう岸に橋をせっせと渡ってですね、向こう岸に行って何かを探していると。そしたら、仲良しのワンちゃん大好きなワンちゃん大好きなおじさんたくさんいました。数ヶ月ぶりの再会ということで、東一郎くんも大満足ということでしたね。そんなわけで数ヶ月ぶりの向こう岸。これから向こう岸散歩増えるんでしょうか。昔、去年、一昨年よく向こう岸行ってたんですが、この季節。長いんです、これが。帰ってこないんです。で、向こう岸行っちゃうと帰ってくる距離も長くなるから、東一郎くんがまた動かなくなるんですね。1歳ぐらいの時はもう途中で寝ちゃうという。赤ん坊あんこでね。途中で寝ちゃうと、お前途中で。帰りのエネルギー取っとけよってよく言ったんですが、帰りのエネルギーのことは考えずに子供だから、もう遊び疲れて寝ちゃうという途中でね。で、そんだけ時間が長くなるってことはよくあったんですが、さすがに3歳、あ、来週で3歳ですね、東一郎くん。あ、ちょうど1週間後で3歳です。ハッピーバースデーですけども、3歳になろうとしてるので、もうすっかり大人の、北海道系になったんですが、その東一郎くん、最近途中で寝ることはさすがになくなりましたが、時々天気がいいと、日向に当たって日向ぼっこしながらぼーっと脳みそ半分寝てるみたいな時ありますが、さすがに昔みたいに1歳、2歳の頃のように、まあ1歳の頃だね。寝ちゃうってことはなくなりましたね、散歩途中でね。はい。まあ、そんな感じですが、いずれにせよ、超ロングな朝散歩が続いてて、ちょっとね、毎日4時間近くね、散歩するとね、朝だけでね、で、夕方もまた1時間とかするわけで、これ1日5、6時間奪われるんですよね。
まあそれでも短くなったんですけどね、散歩時間ね、昔に比べたら。とにかく帰ろうとしない。今日も結構、なかなか帰る気にさせるまでが大変でしたね。はい。まあでも、今朝も黒柴ちゃんと会ったし、他にも、まあ仲良しの黒柴ちゃんに会ったから大満足だったのかな、ドイチロ君はね。あ、あともう一人、もう一人会って、おやつももらって、喜んでましたね。なんか鹿ジャーキーかビーフジャーキーかなんかもらって喜んでました、トイチロー君。よかったですね。朝散歩が楽しくてしょうがない、この時期ね。まあ冬がとにかく人に会わない、犬に会わないので。まあそれは5月に入ってね、4月下旬から。まあトイチロー君が誰か来ないかなと、一生懸命ね、日向ぼっこしながら待つ気持ちもわかるのでね、付き合ってあげてます。どうせ私も、ポッドキャストやる以外は暇なのでということで、超ロングダンス散歩続いてます。それからこれプレビュー効果っていうのは、これ多分なんだろうな、面白いのはまあいわゆるリッスンからのポッドキャストエピソード配信の仕方ですが、一つはまあフォロワー限定という配信、それからオープンに全部 RSS も飛ばして配信するという、まあオープンに配信する、フォロワー限定で配信する、有料配信すると。まあ主にその3パターンで今やってるんですが、私の場合。で、オープンに、全部飛ばしてというのもまあそこそこ聞いていただけるんですが、というかそれはむしろこう、常連さんというか固定というか、あんまり広がり持たないっていう感じはちょっとするんですけどね。うん。なんかいつも聞いてくださる方がいらっしゃると。で、その人がもう飽きてしまうと、聞く人がいなくなるんじゃないかとか、まあ余計な心配してますけど、それがいわゆる完全オープン、公開ですね。公開で配信するとそんな感じで、あんまり変化がない。ですよね。で、まあそれは番組に魅力がないだけだろうって話なんですが、まあそれはさておき。で、もう一回フォロワー限定。例えばこの声で書く日記もフォロワー限定でやってるのは、やっぱり RSS で飛ばすものでもないだろうということで飛ばしてないのと、それから、皆さん声日記やるときには、だいたい RSS 飛ばさずに、リッスンだけで、配信しているというね。もちろん RSS を勝手に持っていく人がいれば、それは外でも聞けちゃうんですが、まあそこまでしない限りは、要するにフォロワーしか基本、フォロワーとあとリッスンユーザーしか聞かないというのがほとんどだと思うんですよね。大体ね。もちろんそれ以外でも聞く方いるかもしれない。そこで、興味持ってね、検索引っかかって聞く方もいるかもしれないんですが、私の場合これ、この番組自体がもう RSS 飛ばしまくりなので、そうするともうフォロワー限定にするしかないんですよね。リッスンというサイトに限定しようと思ったら。で、ということで結局声で書く日記はもう100番、101番以降ぐらいかな。102番以降ぐらいはずっとフォロワー限定で今来てるんですけども。まあそんな話ですね。まあそういうことだということです。じゃあ RSS 飛ばさなきゃいいじゃないかと思うかもしれないけど、これはやっぱり飛ばすのが基本という番組で、最近一声しか飛ばしてないんですが、まあそれはさておき、一声は飛ばしたいと。声で書く日記はちょっとフォロワー限定にしたいっていう、まあ本人の都合ですね。あ、で、それでプレビュー効果。これはいわゆる有料配信なんですが、まあ別の番組なんですけど、このフォロワー限定を、まあちょっと言う、フォロワー限定だと試し聞きができない。で、一番見にくいっていうのは、見えにくいわけでね。聞けないし見えないしっていうのは、これ今、フォロワー限定なんですね。ところが、有料配信にすると、むしろ、プレビューができる。あ、音声が一定時間聞けるという。これ大きいんですよね、効果としては。だから、むしろフォロワー限定よりも、有料配信、0円の有料配信とかで、本当はプレビューできるといいかなとかね、勝手なこと思ってるんですが、まあそれはできないので50円からなので。そういう意味ではもう、フォロワー限定やめて、あ、フォロワー限定はフォロワー限定で必要か。有料配信で試し聞きの時間数をこう増やすというね、有料配信の仕方もやっぱありかなと。これも前にどっかで言ったんですけど、
あ、で、プレビュー効果って何かっていうと、有料配信してプレビューにした方が、再生数が増える。格段に増える。これは面白いですね。やっぱり有料だから気になって試し聞きしたくなるのかもしれないし。だからといって購入につながるわけじゃないんですが、とにかくプレビューの再生数はボーンと上がりますね。これ不思議ですね。なんだろうという気がしますね。で、しかもプレビューにするとこれまた RSS で外部飛んでくので途中でブチって切れちゃうんですけど。で、これ本当はリスに行くと購入できますっていうのを自分で入れるしかないのかな、アナウンスで冒頭に。これどうしようかなと思って、外部で聞いてる人はいきなり切れるからなんだこの番組やと思っちゃうかもしれないんですけどね。そのあたりがちょっと、なんとか、なんか工夫しないといけないかなと思いながら、何が言いたかったかというと、有料配信のプレビューは実は再生数が増えるというね、理由はわかりません。はい。考えてみたいと思います。ということで、137個目の声で書く日記でした。皆さん、良いゴールデンウィークをお過ごしください。ではまた。